はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢でございます。おはようございます。いつもお世話になっております。本日はですね、先日リリースさせてもらった動画、アドリブで演奏したいウッドベース奏者のための史上最も意味のある基礎練習メジャースケール編という動画をリリースさせてもらったんですけども、割と多くの方にですね、ご購入いただきまして、制作に関わった、まあ、時間を、まあ、時給で換算すると、まあ、回収できるぐらいは、いただけたのかなというふうに、まあ、そういう話はどうでもいいんですけど、まあ、その動画の中ではメジャースケールを、まあ、覚えましょうという感じになってるんですけども、まあ、メジャースケールを覚えましょうっていうのは普段やられてるドレインファソラシドドシアスファミルドっていうそういうまあメジャースケールではなくて、コードを見た時に、使えるメジャースケールが飛び出してくるような思考を作るとか、むしろ練習をするとか、まあ、そういう類のですね基礎練習本じゃないですね基礎練習動画になっているんですけど、まあ、ちょっとまあ本編でお話します。はい。はい、というわけでベーシスト作曲家の沢津でございます。このチャンネルはエレキベース、ウッドベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい、辛く厳しい練習を毎日何時間もかけてしたいわけじゃないんだけども、できるだけ効率的な練習方法を知って早く上手くなって、ライブとかセッションとか楽しんでいきたいよねという方々が集うチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録して見ていっていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。動画の内容なんかのリクエストもですね、まあ、受け付けておりますので、コメント欄に入れてもらうとかですね、SNS 各種 SNS で DM 送ってもらうとか、僕のホームページの方のお問い合わせからメールを送ったものとかしてもらって結構でございます。すぐに、動画にできることはお答えしていきたい。もうむちゃくちゃですね、日本語はね、もうね、寝起きなんでね、すいませんね。すぐにお答えできることはすぐに動画にしていきたいなというふうに思っております。あと1回単位から受講できるオンラインレッスンというのもやってますので、まあ気になる方はちょっと問い合わせてみてください。ホームページからお問い合わせできます。詳細もホームページに載っています。ということでですね、本日はですね、先日リリースさせてもらった、まあ、有料版の方がですね、史上最も違うアドリブしたいウッドベース奏者のためのっていうのが大事ですね。アドリブしたいウッドでもあのクラシックが弾きたい人とかで、ね、吹奏楽やりたい人は、ま、もう違う対象外なんですけども、アドリブをしたいウッドベース奏者のためのまあ、あるようでなかったね、なんだ史上最も意味のある基礎演習、メジャースケール編ということで、そのまま動画をまあ見ていただいて、付属の譜面でね練習してもらうと、ジャズのコード進行をねパーッとこう見た時に、全部は全部無理ですけど、まあ見た時に重要になる、まあ、例えば251とかを見た時にメジャースケールがね、飛び出してくるようになるよっていうものの、まあまあまあそういう内容だったんですけども、実はですね、メジャースケールってめちゃめちゃ大事なんですけど、まあ、メジャースケールさえ覚えてれば何でもいけるみたいなとこありますけどもね。例えばなんかオレオとかあるじゃないですか。オレオって曲あると思うんですけども、あれってセカンダリドミナントめちゃめちゃ使ってるんですけど、高速なもんで、早いね、大体早くやるじゃないですか。大体早くやるからもう B フラットメジャー一発で僕行っちゃったりするんですよ。でそういうのもありなんですよ。メジャースケール一発で行くっていうのもありなんですけども、でもまあミドルスイングとかね、もうスローになっちゃったらもう無理ってこともないけど、ちょっとやっぱ違和感を感じてしまう部分があるんですよ。それが、まあ、わかりやすいところで言うとね、皆さんわかりやすいところで言うと、まあ、枯葉で言うところの、最初の4段は、B フラットメジャースケールでいけるんだけど、次の4段は、B フラットメジャースケールでは、外れてしまう音が出てくるということですね。例えば、D7 のところがあるじゃないですか。D7 のコードトーンって、レ、ファシャープ、ラ、ドなんですよ。で、ファシャープが B フラットメジャースケールには入ってないんですよね。で、セブンスから見てみれば、ファシャープじゃなくて普通のファっていうのも、まあ、シャープ9になるんで、特にね、もう問題はないかなというふうには思うんですけど、やっぱね、美味しくないし、ちょっと外れたようなこう印象というか、やっぱ美味しくない印象になってしまうんですね。そうなってくると、やっぱセカンダリドミナント、その D7 スのところで、ハーモニックマイナーパーフェクトピフィスビローなり、オルタードスケールなりですね、まあ、そういうスケールをですね、どうしてもやっぱ使
いたいよねということになってくるんですけども、実は僕の教材で覚えてもらった、メジャースケールですね、を活用して、実はその中から1音変えるだけでハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローになっちゃうんだよっていう話をですね、ちょっとしていきたいなというふうに思うんですね。まあこれに関してですね、特にその特別な教材を出すかって言ったらちょっとよくわからない、まだちょっと、まあ、ニーズ、これもニーズがあればね、ニーズがあれば別に出していきたいというふうに思っているんですけども、ね、まあ、この前リリースしたばっかりだからそんなにね、そんなに、まあ、ニーズがあれば出してますけど、まあ、ちょっと内容やっていきましょう。どうしようかな。カレハでもいいけど、あれ、Cメジャーだと分かりやすいんで、フライミートゥーザムーンにしましょうか。フライミートゥーザムーンって、まあ、カレハと同じように、出発は2マイナーからじゃないですけど、6マイナーからですけど、1段目がメジャー、ね、Cメジャーに向かう2-5があって、で2段目は、平行調の A マイナーに向かう2-5がありますよね。2-5-1がありますけども、その中で、1段目は C メジャースケール全部いけちゃうはずなんですよ。ダイアトニックコードだから全部で、2段目の2段目の B フラットマイナー7フラット5、 B フラットじゃない、 B マイナー7フラット5までは全部ダイアトニックコードなんでいけちゃうんですけど、やっぱ E7 のところって、もともとダイアトニックコード E はダイアトニックコードで E マイナーだったと思うんですよね。これよくわかんない方はですね、スロー再生するなりですね、止めてもらうなりしてですね、C メジャーのダイアトニックコードっていうのをちょっとこうやって見ながらね、やっていただきたいんですけども、ダイアトニックコードだとすると E は E マイナー7なんですよ。なんですけど、ここでセブンスに変わってるということで、まあ音変えなきゃいけないよねということなんですよね。これがセカンダリドミナントだったりするんですけども、この変わった音っていうのをしっかり弾いてあげることで、ジャズっぽくなるっていうんですかね。本当はジャズっぽさっていうのはこのマイナーの2-5に隠れてると思ってもらってもいいと思うんですよね。ちなみに Em7 のコードトーンはミ、ソ、シ、レ、E、G、B、D なんですよ。なんですけど、これ E7 に変わると E7 だと、E、G シャープ、ね、G シャープです。G シャープ B、D になるんですよね。なんで G シャープに、これ G を G シャープに変えてあげないとうまくはまらないというところがあったりします。もちろん拡大解釈も全部Cメジャーのキーだみたいな感じで言ってもらってもね、ロックでいいかなっていうふうに思うし、まあ高速なんかの場合はもうさっきも言ったんですけど、全然ね、オレオなんかもう B フラット一発でもう全然大丈夫です。大丈夫です。こんなこと言ったら怒られそうなんですけども、大丈夫なんですけども、一応ですね、まあ、変えるとするならば、まあ、そこをね、G を G シャープに変えるという、まあ、そういうのが必要になってくるわけなんですよ。で、この前の元にできるという話なんですね。ちょっとやってみますけど、頭の4小節を、この間のね、フレーズを乗せてみたいというふうに思います。音量こんなもんかな。ね。こういうのがあったじゃないですかね。ここにいただいた方はわかると思うんですけど、まあこういうフレーがあってね、これを毎日ね、3分ぐらいずつで多分やってる方が結構多いのかなというふうに思うんですけども、これをね、これをまんま活用して、出発点ここですよねって。あ、1オクターブ下でやった方がいいか、まあいいか、一回。1オクターブ下でもいいですよっていう話してるんですけども、まあミですね。上のミから始まって、2-5-1降りてくるみたいな感じなんですね。着地が4、3度みたいなあったじゃないですか。で、それをね、それをまんま活用して、実は、これちょっと2段目から流しますけど、ちょっと閉じそうになりましたけど、こういうことなんですよ。わかりましたかね。ちょっとゆっくりやりますよ。このマイナーの方だけゆっくりやりますけど、出発点は変えずに出発のタイミングを2拍目の裏にした
だけなんですよ。で、2拍目の裏にしました。で、はい、G をシャープにします。あと一緒、あ、違う、ちょっとここ長字合わせ入りますけども、出発点一緒で、はい、これあのメジャースケール有料版やってる方だったら分かると思うんですけども、これだけの差なんですよね。これだけ1音 G がシャープしただけなんですよ。平行調におけるセブンスね、セカンダリドメアント、ちょっとこの8小節間繰り返してみますね。いきますよ。はい、分かりましたかね。メジャーからするとですよ、メジャー、今 C メジャーなので、G の音って、まあ、5度ですよね。で、この5度の音を平行調におけるセブンスでシャープさせればいいだけなんですよ。はい、分かりますかね。普通にメジャースケールで弾いてみますけど、今度は普通にメジャースケールってあんま当てはまらないですけど、同じ感じで、ソだけシャープしますね。あ、これですね。こういう風になってます。で、これだとあんまかっこよくない C から始まっただけなんで、その動画の中のフレーズをまあ、そうシャープ日本語、そうね、シャープさせて、やればいいっていうだけの話なんですけど、まあ、だけの話って言っても、まあ、弾くのが難しいっていう人は、まあ、しゃあないんですけども、まあ、理論的にはそうなってるわけなんですよ。ハーモニック前のパーフェクトピフィスビローっていうのは、まあ、オルタードとかその他のね、スケールと、まあ、ちょっと意味が違ってですね、使い方が違って、メジャースケールをどれだけ変化させたら、もうこんだけ変化させたらみたいな、1音だけ変化させたら、セブンスにするために、これ E7 にするために、この音をね、G の音をシャープさせだけだけだけってね、そしたらメジャースケールどう変わるでしょうっていう使い方なので、メジャースケールをしっかり覚えてもらって、その該当する音っていうのを半音上げるとか、半音下げるってないか、半音上げるとかね、してもらえばですね、いいという発想になるわけなんですよね。ということでですね、まあちょっとこれに関してはちょっと教材だ、ちょっと時間作れるか分かんないんですけど、まあ、これも要望があればですね、マイナス5におけるね、スケールが選択できるようになるというか、なんかもうそれに強くなるような、なんかまあ教材みたいなのもね、まあまあまあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、欲しい人コメントください。ごめんなさい。まあ、そんな感じで、丸得活用法みたいな感じでですね、この動画扱ってもらえればいいかなと思います。まあ、欲しい人はまあコメントいただければ、ちょっと考えます。すいません。失礼します。